おはようございます。やんちゃです。2022年7月31日日曜日の朝です。タイマー18分。はい、よしよし、いいぞ。もうちょっと先行入力してもいいか。でも今のが限界だよな。朝です、タイマー18分の間、そんなに時間なかったはずだから、うん、これが最速ですね。 Siri でタイマーを起動する場合。はあ、さてブランク、さて今日もやりますか。はい、開始。はあ、何度やっても楽になんないですね、プランクはね。ぐー、ただなんか弱音を吐いてるとどんどんきつくなってくるので、なんかこう自分を鼓舞するようなことを言うとなんか時間が伸びる気がしないでもないですね。なんだろう、わしならできる。ダメだ、笑うとやばい。なんかこのストップウォッチのこう進み具合を見ながらやんのあんまり良くないですね。ちょっと足開いた方がいいのかな。喋りながらやるっていうのが結構きついですね、やっぱり。あとこの1分半やっていく中のこう最後の20秒間っていうのが一番きついですね。あと15秒、時間が圧縮される。あと5秒、頑張れ頑張れ、ぐおーぐ、はい、1分半。はい。プランク転換。なんか私自分でやっててびっくりした今。はい、はあ、これでさ、もしプランク動画撮れてなくてプランク動画を間に入れられなかったらね、なんだこの人みたいになってるだけだもんね。はい、まあだいぶ慣れてきたっちゃ慣れてきたんですけど、プランクね、なんか昨日なんだっけ、ハビティファイでなんかみんなでプランクチャレンジをしているみたいな話をしたと思うんですけど、なんかチャレンジの内容が目標2分になってて、でいつも1分半しかやってないじゃないですか。だから 1.5 って入力するだけで 0.5 足りない状態になっちゃうから、目標達成したかったら多いプランク30秒を入力しなきゃいけないんですけど、うん、なんか30秒のプランクをわざわざやって入力するっていうのがと、なんかめんどい。なので昨日は結局 1.5 のまま終わりましたね。だから何、連続目標達成日数みたいなやつがまたゼロになっちゃった。ただうん、もういいかなっていうか。もしやるんだったら1分半をもう1回やって入力したいんですけど、そうすると30秒に対して1分半入力するから多いんですよね。それを承知の上でやればいいとは思うんですけど、なんか最初から目標設定されてなかったらなんかな、やる気がしないなみたいな。いや面白いもんですね。だから最初からこれが3分になっていれば、朝やってそうだな、寝る前にもう一回やるっていうのを1分半1分半できっちりやる気がするんだけどな。2分っていうのがね、正直一発で2分間プランクするの無理ですよ。なんかね、1分半到達したところからなんか1秒とか2秒ずつ伸ばしていこうかなと思ったこともあるんですけど、これね伸ばすの無理だよ。
なんか半年後とかだったらまだわかんないですけどね、半年間やり続けてなんかすごいバキバキになってきて、なんか楽なんですけどとかってなったらわかんないですけど、今のね状態で2分とか無理無理なので、まあ1分半を入力し続けることに意味がないかっていうと別にそんなこともなくて、単に目標が達成できてないだけで、あの習慣としては成り立ってますみたいな表示になるから、まあいいかなっていうか、はあ、今やってるチャレンジもなんか8月の中旬ぐらいまでのなんか期間限定チャレンジなので、まあそれが終わるまでに2分到達することはないでしょう、1本2分はい、かといってじゃあ2本やるかっていうと多分やらないっていう。さて昨日ですけど、昨日はですねすごい朝からやんちゃクラブの収録が終わってアップロードし終わってから夕方というか夜までずっとみんなで大掃除をやってましたね。はい、なんか年末に大掃除をしてなかったんで、まあ、本当に大掃除なんですよね。で今回のターゲット、なんか部屋はいくつかあるんで、その全部やるぞっていうと戦力が分散されちゃうから、あのターゲットを決めてこの部屋をなんていうか工場出荷時設定に戻すぞみたいなそういう感じですね。まあ正確に言うと工場出荷時設定ではないんですけど、何回大掃除しても またこの状態に戻そうねっていう状態がなんとなくあるわけですよね。その状態のイメージをみんなで共有して、この状態が、まあ、あるべき姿だよねっていう風にするということです。で子供部屋が今回のターゲットだったわけですけど、まあ、子供部屋と言いながらもですね、あの実態としてはかみさんの仕事場に今なってて、あのコロナ禍でリモートワークがまあかなり広がってきたっていうか、うちの中でもわしもリモートワークならかみさんもリモートワークなんで、なんか2部屋仕事部屋が必要なんですよね。わしの部屋はもともとそうですね、わしが占有してたんで、なんか仕事机が1個あってそれでいいんですけど、もう一つね子供部屋にあるデスクもなんか仕事用にカスタマイズされてる今で、なんだっけな、わしの部屋が160センチ幅の国用のオフィスデスクが入っていて、まあ、そこにディスプレイがガーンって乗ってて、そんだけかな。あとまあキーボードとかマジックトラックパッドとかが乗ってるっていう状態、あとスピーカーとかが乗ってるやつなんですけど、子供部屋の方はなんかもともとその2人ぐらい同時になんか勉強とか作業ができるようにってことで、まあ考えうる最長の横幅のテーブルが入れてあるんですよね。あの240センチ幅、これすごいんですよね。この国用のオフィスデスクが入ってて、240センチだとなんか両端に足があるわけですが、真ん中に足ないのでなんか上乗ったら折れそうみたいな大丈夫なのかな、多分乗ったら折れると思うんですよね、大人が乗ったら。まあそういうね長い机があるんですけど、なんか神さんがやっぱりその左側を使ってるんですけど160センチぐらい使うんですよねそうすると残りが80センチになっちゃうから、うん、結構肩身狭いよね、もう片方の人はね。なので亀さんがなんかその仕事場としてそのデスクを使ってる時って残りの方が結構キツキツになっちゃうから、ちょっと整理してあの140対100ぐらいに戻そうみたいななんでちょっとずらしました。はい、でもなんか子供部屋がね結構カオスな状態っていうか、足の踏み場もないみたいな状態になってて、もうなんでかっていうと、ちょっと前にあの足の部屋の方にあの電子ドラムを設置したんですよ。で足の部屋に電子ドラムを設置すると
もともと置いてあった電子ピアノが、まあ、邪魔なんで、じゃあどっか置こうって言って、で子供部屋の方に置いたんですけど、そのおかげでですねなんか圧がすごくなっちゃって、なんかねランドセル置き場とかね、そういうのをね決めてるんですけど、守られなくなってるっていうか、でなんかクローゼットとかも溢れ出てきて大変なことになってたので、とにかく子供部屋をスカスカの状態に戻そうっていうのが今回のテーマで、なんかまずどうしようかって言った時に、子供部屋にまず取り掛かってもなんかワークスペースがなければ片付けって成り立たないじゃないですか。だからまずはリビングから手をつけるあの寝室になってる和室があるんですけど、その和室に引いてある布団を全部押し入れの中に入れます。でリビングにあるテーブルとか、あらゆるなんていうんですか、リビングの床に置いてあるものを寝室に押し込みますと。そしたらリビングを軽く掃除して、なんかスカスカの部屋ワークスペースとして確保しますと。そしたら子供部屋にあるあらゆるもの、雑然としたものを全てリビングに運び出して、で子供部屋の方は一回ガラッとすると。そしたらなんかチームを二手に分かれさせて、リビングの方ではいらないものをバンバンゴミ袋に入れて玄関の外に出す係で子供部屋の方はあのまあ掃き掃除とか掃除機での掃除とか拭き掃除とかをまずやるというのが前半パートですねそうやって分担するとあの並列して大掃除作業ができるということなんですよね。結局ゴミが45リットルのゴミ袋、まあ、あんまりパンパンに入れると運びにくくなるんで、3分の2ぐらいまで入れたら縛って出すようにしてはいるんですけど、それでも15袋ぐらい出ましたかねいや多分半分ぐらいは子供服だと思うんですよね。なんかもう着なくなった、サイズが合わなくなった子供服って結構もう出てくるんですよね、後からなので、なんかそのクローゼットの上の方にある、なんていうんですか、衣替え用のコンテナとかも全部出してきて、中身をひっくり返してもう着らんないやつ全部捨てなみたいな感じでやってたんで、それも含めてなんですけど、すごい量のゴミ出たなってでもそういうのが結構ね、その部屋の収納、引いては部屋を圧迫してくるっていう問題がある、はい、でそれが前半パート で後半はなんか窓枠とか、なんか足の踏み場もなかったから窓枠の掃除とかできてなかったよねっていうんで、窓枠とかをきれいに掃除して、なんかアルコール消毒して、まあ、冬とかね結露すると結構黒カビが出たりするんで、ひとまずアルコール消毒でこうカビフリーな状態にしておくっていうのをやりましたけど、結構その腕がこの状態で、あのこれに消毒用アルコールを入れてシュッシュッシュッってやって拭くみたいなやつをずっとやってたから、腕をずっと上げてる状態が続いて結構筋肉痛になってるかもしれないですね。はい、でなんか掃除してたら、なんかいらなくなったフル HD の液晶ディスプレイとかポロポロ出てきてちょっと困りますね、そういうのね。処分に困るっていうか、メルカリに出せばいいんでしょうけど、まあちょっと近いうちに出そうかなと思います。でなんかこれとこれとこれメルカリに出すぜとか言ってたら、かみさんがじゃあそのうちの一つなんか会社から借りてるやつだから間違って売らないでねって言われて、わからないそれはそう、早く返してくれ会社にその辺に転がしとくんじゃなくて、はあ、へえ。まあいくらねその子供部屋を片付けても、かみさんの仕事場スペースはもう完全にその大掃除を始める前と全く変わらない状態が保全されてて、なぜならこれが完成された状態だからってそう、かみさんが会社の仕事もするし、なんかその趣味の絵を描く仕事も全部そこでやってるので、なんかあらゆる仕事にスイッチできるように
なんかいい感じの配置になってるらしくて、なんか誰も手が出せない聖域みたいになってる。わしの部屋の方はなんかわしだけじゃなくて長男も使うので、割となんていうんですか、フラットな状態を保ってるっていうか、あの長男がゲーミング PC を使うときはこのセッティングにして、わしが仕事をするときはこのセッティングにするみたいなやつが切り替えられるようなフレキシブルな状態にしてあるんですけど、完全にカミさんのデスクだけはね、なんていうんですか、あのシャア専用ザグみたいな感じになってる。まあ面白いですね、そういうのも。なんかああいうなんかごっちゃりしてるんだけど仕事のためにこう特化している、いやーやば、熱で落ちた。ちょっと不覚でしたね。あの直射日光が当たり続けると熱くなるから、前になんかカメラ全体をタオルでこうくるんで、あの水をかけるっていうのをやって対策してたんですけど、すっかりそれをやるの忘れてた。なんか最近涼しい日が結構続いてた気がするんで、完全に油断してましたね。タオルをカバンの中に入れてきてないから。なんか何の話したっけ。なんかカメラを冷やしてる間に、さっきまでわし何の話してたかもすっかり忘れちゃいましたね。はあ、まあでももう一回終わって復帰させはしたものの、うん、何の話してたっけな。神さんのデスクがなんかもう神さん専用にフィックスされてるみたいな話だったと思うんですけど、なんかねそれを見てると、なんかわしの祖父のね仕事場を思い出すっていうか、なんか祖父があの浅草の方、台東区の橋場っていうところがあるんですけど、そこで靴屋をやってたんですね。靴屋っていうのは靴職人で、その靴職人の仕事場はあの完全になんか 0.5 畳ぐらいのエリアに椅子とテーブルがあって、で棚に囲まれてて、で他のところにはなんか仕掛かりの在庫とか材料とか、あとはなんかプレス機とかが置いてあるっていう、そういうなんか6畳ぐらいの仕事場があって、なんかその祖父の家に行くたびにそこの仕事場をね見学してたんですけどね。それをね思い出すっていうか、うん、これが職人の仕事場かっていう、うん、それと比べるとね、わしの仕事場って多分ですけど、あのアドレスフリーで成り立っちゃうっていうか、別になんならリビングでも仕事できるし、涼しければ屋上でも仕事できちゃうから、あんまり職人っぽくない見た目が。その、うん、まあでもコンピューターで仕事してたらね、その雑然とするのはその物理的な環境じゃなくて、そのデスクトップとか自分のホームディレクトリとか、そういうところが雑然とするんですか。いやそういうわけでもないか。うん、いやなんか人によって結構癖あるんですよね。なんかさっきの掃除の話じゃないですけど、自分のワークスペースをどこにするか、あの人のパソコンの使い方見てると、ワークスペースどこにするか面白くて、わしはホームディレクトリなんですよ。ホームディレクトリに好き勝手にディレクトリを作って、今やろうとしていることの名前がついたディレクトリをこう作成して、その中で作業するとかなんですけど、人によってはなんかなんだろう、テンプってテンポラリーディレクトリ、テンポラリーディレクトリの中にそれを作っていて、なんかそこをホームディレクトリとしてる人とかもいる。それすごいなと思って。割り切りが。今やってることはなんかもう揮発しても構わないみたいな、そういう気概を感じるっていうか、うん、わしはなんかそのホームディレクトリにディレクトリを切って作業するから、
例えば1年後とかにあれってなんだっけって思った時に、なんとなく検索すると出てきたりするんですけど、テンポラリディレクトリでやってたらね、消えてますもんね多分ねつまり何か作業をしたらどこかに永続化する癖がつくっていう話なんですかわかんないですけどはあ、うん、ね、そういうのは思いました。なんか人によってワークスペースの作り方って全然違うんだなっていうか、はあ、今日はこの後なんか前々からやろうやろうと思っていてやってなかった、あの長女の自転車のパンク修理前 1,2 ヶ月前かなやるって言ってて、でも結局なんかやらなくて、しかも自転車に乗る機会がなかったからやんなかったんですけど、ちょっと自転車で出かけなきゃいけない用ができたんで、ちょっと今度こそ直そうかって言って、ちょっと遠いからね億劫なんですけど、まあ行ってきます。でその後その自転車で買い物に行って帰ってくる。散歩に行くかどうかはちょっとわかんない行くとしても2時とか3時に出るようになるんで、まあ多分近場をぐるっと回って帰ってくる程度になるでしょうという感じです。じゃあ日曜日楽しんでいきましょう。バイバイ。